カエルのピッポはいつも一人ぼっちでした。ピッポは寂しくて眠れない夜、羊を数えます。その夜も眠れずに羊を数えていると、小さな羊に出会いました。羊は夢の中を旅することができるといいます。ピッポは小さな羊に尋ねました。一緒に行ってもいい？羊はいいよと答えました。こうして二人は夢の旅に出かけることにしたのです。